はい、どうも皆さんこんにちは。本日は2021年の、7月21日午後14時17分ということで、まだお昼食べてないのでお腹が空いてますが、このほど手に入れました中古のグロムを紹介いたしましょう。このグロムは何年式だっけ、1年前だから2020年式ですね。現行グロムは今年出ましたけれども、その1個前ということになりまして、現行のは5速ミッションですけど、こちら4速ですね。こんな感じで、ブラック、あれ少し汚れてたな、ここで汚れちゃったのかな、でございます。まあノーマル、ほぼノーマルなんですけど、完全なノーマルではなく、ハンドルが森脇ハンドルに変わっておりまして、なんで変えたんだろうなって、まあ、前のオーナーさんが帰ってくるされたんですけども、あと、クラッチレバーがこういう、違うもの、純正ではない社外品になってまして、これ調整できるんですね。好みの位置に調整しやすくなっておりますね。あとはリアキャリアがついてて、このリアキャリアは純正のカタログに載っているオプションパーツでございまして、でこのケース、こちらも前のオーナーさんがつけてくれたものです。この車は98キロだったかな、じゃあもっと重いや、100何キロだったかな、ちょっとメモってくるの忘れちゃったな、100キロちょっと、104キロかと、かなり軽量でございまして、以前あの RA125 というツーストのバイクに乗ってたんですけども、それはこれよりもだいぶでかく、車体はでかいですね。それで乾燥重量98キロだったわけで、それよりもちょっと、6キロほど重いわけなんですけども、乗った感じはこっちの方が全然軽い感じですね。めちゃめちゃ軽くて取り回しが良くて、まあタイヤ系が小さい分、昨日までは CB125R 乗ったんですけど、タイヤ系が随分と小さい分、なんていうか走行安定性というのはちょっと欠けますけれども、まあそんなには気にならないですよね。でもなかなかいいですね。でこれ、この車は9.8 馬力でしたっけ、確かそのぐらいだと思ったんですけども、とは思えないぐらい結構グイグイ走ってきます。あの CB125R が13馬力だったんですけども、それよりもだいぶ劣るパワーですけども、こちらの方がなんかキビキビ走るんですよね。でトルクが結構太くて、1速で結構伸びますね。だから4速でもいいっちゃいいんだけど、まあ確かに1速もちょっと短い方に振ってくれたら、より乗りやすいのかなと。じゃあ5速の方がいいのかなって感じですけども、まあ、あの5速の今の現行のグロム、ちょっとあんまり好みじゃなくて、選択肢に入らなかったってわけなんですけども、まあちょっとじゃあ乗ってみましょうね。お腹が空いたからちょっと、はい、お蕎麦屋さんにでも行こうかと思います。そう、大切なこともないけど、ちょっと言い忘れたところがありまして、これなんだか分かりますか、スマホホルダーですね。僕スマホを持ってないんで、あんまり意味がないんですけども、まあここにちょっとビデオカメラを置いて、走行シーン、いや久しぶりに走行シーンを撮ってみようかなと。それとさ、キーがですね、面白いんですよ。よいしょ、こんな感じでございまして、パコッと出てくるジャックナイフみたいな、なんでこうなるかよくわかんないけど、かえってでかくてあれなんですけど、じゃあちょっとエンジンかけてみますかね。あれ、ちょっと待ってくださいね、なんで回んないの、え、おかしいな、え、あ、出てた、なんかコツがあるのかな。こんな小さいバイクなのに、結構ノーマルなのに結構のぶとい音がして、その気にさせてくれるといった感じですね。まあちょっと、恒例の発射シーンなんかを含めて、走行シーンに移っていきたいと思います。はい、羽沢横浜国大付近にやってまいりました。ここから、2車のあたりまで、車載カメラを回していきたいと思います。そうそう、やっぱ加速いいですね、これかなりいいですよ。
そう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 、あのさっきですけど、あの信号待ちしてたら若いなんか元気そうなお兄ちゃんが隣にやってきまして、 250cc のバイク乗ってたんですけども、もうなんかこれから加速してくぞみたいな感じで僕の前に割り込んできたんですけども、そのバイクに全然余裕で勝ちましたね。だから競争したわけじゃないんですけれども、なんかその後その僕ちゃんってその子はちょっと悔しかったのかなんかないか、その後車の間をすり抜けてバスとかがいっぱいある中を、渋滞の中を思いっきりすり抜けていって、なんかそんな命がけでやるようなことなのかなとか思いましたけど、まあ余談でした。ではこれから、この道路を使っていきたいと思います。環状2号線を鶴ヶ峰経由で行くかな、どうしよう、そうですね、鶴ヶ峰経由で行きましょうか。はい、激しく揺れちゃうかもしれませんが、ご了承ください。じゃあ出発します。ですね、揺れちゃいますね、かなり。やめましょう。